盛り上がっててすごいプレッシャーでちょっと今すっごい緊張してるんですけれど、はい、ちょっと今一発目お腹痛い、ちょっとギターもお腹痛くなっちゃってはい、ちょっと大変なんですけど、ちょっと今から冬ってなんか結構エモい季節じゃないですか。だからちょっとこの中みんなにエモい感情になって、エモい感情になってもらおうと思って、ちょっと結構バラード系持ってきたんですけど、夏合宿でも結構真っ昼間に真夜中酔えちゃって、ちょっと またかって感じなんですけど、また染まってくれたら嬉しいです。皆さん円楽寺と一緒に染まってくれますか？ありがとうございます。はい、聞いてください。チャットモンチの染まるよ。
皆さんすごいいい感じに乗ってくださってありがとうございます。とても嬉しいです。次で最後の曲になっちゃうんですけど、次もちょっと単調なんですけど、結構歌詞聴いてたら結構エモい感じの曲で、またしっかり歌詞聴いていただけたらすごい嬉しいです。あとこのバリナの可愛いボチボちゃんがコーラスしてくれるので、それもお楽しみに。はい、すごい声もめっちゃ可愛いです。じゃあ次で最後の曲になります。 C7 ごめんなさい。
ありがとうございます。円楽寺です。